スピニングタックルで、こうやってエギを大きく動かして全体にもリードが生えている場所なんかで広範囲に探りたいときはスピニングリールが使いやすいです。ベイトタックルでこんな感じで小刻みにエギを動かして振り幅を小さくしてやって水中なんかの根回りでネチネチ攻めるときやシャローのウィードエリアなんかでピンスポットにそのエッジを攻略するときなどはこのベイトタックルが有効です。やっぱりこう今までは背中もこっちのスピニングメインだったんだけど、やっぱりこうベイトってこういうのができると両方使いながら、そうですね、どっちがいいとかじゃなくて使いやすいとかこういう時にはこれや、当然ね、超過も狙う場所が違いますから、やってることが違いますから絶対増えますしね。いつもね、ボートで釣りされてる住澤さんは、今回のこの釣りどうでした？そうですね、まあ、ボートでも、はい、やっぱりキャスティングが、はい、本当にもう手返し本当に面白いベイトエギ、はい、で宮沢さんとはショアを一緒に楽しませていただいたんですが、そうですね、どうでした？いつものスピニングとは違って、やっぱりスピニングに比べるとよりタイトに面白いスピニングができるんじゃないかなっていう時間できましたね。そうですね、このねエギング専用ベイトタックルを使って、ね、ぜひ皆さんにもねこの釣りを楽しんでいただきたいなと思います。